今回は宮崎県日向市東郷町坪屋にある歌人若山牧水の生家を訪ね、その生い立ちと歌をご紹介します。若山牧水は旅、酒、自然を愛した歌人で、43年の生涯で約9000首の歌を残し、海の声、別離、黒土、山桜の歌など15の歌集を発表しました。また水上紀行、海より山より比叡と熊野などの散文や紀行文も多く執筆しました。国民的歌人として人気の高い牧水の歌碑は全国に300基を超えると言われています。牧水の生家のある日向市東郷町坪屋は宮崎市から北へ約100キロの場所にあり、現在は和歌山牧水記念文学館や生家牧水公園などが整備されています。牧水の生まれ故郷はどんなところだったのでしょうか。牧水が書いた思い出の木によると、坪屋村は山と山との間に挟まれた細長い渓谷である。ことに南には付近第一の鉱山であるお鈴山が険しい断崖面を表して、真上にそびえているので一層渓谷らしい感じを与えている。村の長さは東西に伸びて四五里もあるだろうが、語数はわずか200か300足らずのものであると思う。私の家はその一番子であった。つまり村の東の入り口にあたっている。場所では付近でも際立って優れた好位置にあり、祖父には山川を見る目があったと述べています。特に雨の日は渓谷全体が白い雲で閉ざされ、あたかも霊魂を帯びたかのように躍動して見えるそうで、牧水の愛した風景となっていました。蛾号もそこから羽山、白羽などとなり、牧水という名も、牧は牧、すなわち母の名である、水はこの谷や雨やから来たものであったと書いています。牧水の生家は祖父の建海が弘化2年に建てた家です。生家は史跡として県の指定を受けています。建物は2階建てで、道路側に面した4畳の部屋が当時の診察室、その他の部屋は家族の居間でした。2階の東側の明るい部屋は、牧水が学生時代の頃、夏休みなど帰省中の居室で、西側の薄暗い部屋は、明治45年に父病気のために帰省して、約10ヶ月の苦悩の日々を送った部屋です。この苦悩の間に読んだ歌は、第6歌集水上に収められています。開花の左が台所、外には井戸や納屋もありました。坪屋川のせせらぎがよく聞こえ、お鈴山連峰が美しく見えます。ここは牧水が生まれた縁側です。明治18年8月24日、ちょうどお盆の掃除で座敷で休んでいた母牧を縁側に連れ出して座らせていたところ、急に牧が産気づき、この縁側で牧水は生まれました。コトンと音をさせて生まれたのだよ、と、牧水は姉たちに大きくなってからもからかわれました。この縁側は丈夫な板で、真東を向いて家の中でも涼しいところなので、少年牧水はよくここに寝転んでいたそうです。思いやる、かの薄青き、貝の奥に、我の生まれし、朝の寂しさ。和歌山家は祖父母、父母、3人の姉の7人家族でしたが、牧水が生まれた時には、祖父母はお自宅に行って不在、父も早朝より往診のため不在で、姉たちの活躍で無事に生まれたのでした。しかしその年は、父隆蔵が前役でもあり、牧水が十分に育つか心配でもあったので、生後、路傍に捨てるという当時の風習に習い、牧水も裏門の外、八重桜の木の下に捨てたそうです。拾い役は5人の男の子を持つ、那須千代。牧水は小学校の頃までこの那須千代を板書のお母と呼んでいたといいます。ところで牧水の本名は茂ですが、祖父の見解は源子とつけるように言っていました。しかし古めかしいこの名前に大反対だった牧水より20歳年上の姉の末らは、当時人気があった新聞小説の主人公の名茂をもじって、和歌山家が茂るようにと茂という名を
祖父の留守中に役場に届け出てしまったというエピソードがあります。牧水の祖父の見解は埼玉県川越の人で、長崎で蘭学と西洋医学を学び、26歳の時にここ坪屋に移り住みました。そこで友人の水野栄吉の娘亀と結婚し、その長男が龍蔵で牧水の父にあたります。父の龍蔵は大阪で医術を学び坪屋に戻ってきます。そして22歳の時に延岡藩の士族である長田勘三郎の長女牧と結婚しました。二人の出会いはというと、牧水の裏門の近くに八重桜の木が立っていたそうで、牧水の思い出の木に神参りに行く途中、規範の紐が解かれて、母だけ一人連れに遅れてこの八重桜の根で結び直していた。それをこの裏門から見たのが私の祖父と祖母で、それから母の身元を探して社務に嫁に署名することになったそうであると書いてあります。父母よ、神にも似たる腰方に思い出ありや山桜花。龍蔵は優れた医者のようでしたが、酒を過ごすことが多く、また事業に手を出しては祖父の残した財産をなくしており、牧は大変心配したようですが、牧水が生まれてからは生き方が変わったようです。牧水には末、友、静の3人の姉がいて、その後に誕生したのが茂、つまり牧水でした。母が私を愛していたことは並々ならぬものであったが、それは私がただ一人の男の子であり末っ子であったばかりでなく、私というものが生まれてからはがらりと父の身持ちが治ったという一時がよほど影響していたように思うと牧水は言っています。また牧水は父のことを、その道の技能は村ばかりでなく近郷のものを振幅せしめるに十分であった、一点の邪気を持たぬ情けに熱い人であったが、惜しいかな意志が極めて弱かったとも書いています。牧水とはよく親子で釣りに出かけたりしました。思えば父も愛おばよく釣りき、我も釣りに来その下津瀬に。父も釣りが好きでよく一緒に出かけていった。ただ父の釣りは鮎釣りだけであったが、好きな割には下手で、かえって子供の私の方がいつも多く釣っていた。親子の微笑ましい様子がうかがえます。私とは親子というよりむしろ親しい友達といったような関係を保っていた。長い間の私の不幸に対しても、つゆばかり怒るでもなく恨むでなく、終始他に対して私を弁護愛撫することのみ努めていた。牧水にとって父は良き理解者であり、いつも牧水を信じ応援してくれたのでした。母牧については、日向の国村立つ山の一山に住む母恋し秋晴れの日や、私は前に絶えず山に入り込んで遊んでいたと書いた。この癖を私に植えたのはまさしく私の母であった。彼女はそうして山に入ってわらびを摘み、竹の子をもぎ栗を拾うことを喜んだ。わらび汁や栗飯を炊くという以外に摘むことを拾うことが面白かったのである。父と言い合いをした後など、彼女は必ず籠を下げて山へ入っていった。そしてその時、必ず私はその後を追ったのである。さわりさわりとかすかな音を立てながら、深い藪の中で前かがみになって、タケノコを探していく彼女の姿を、私は今でもありありと目に描くことができる。牧水に山遊びを教えたのは母であり、牧水が、旅を好み山に分け入り出かけるようになったのは、もしかすると母の面影を追いかけてのことかもしれません。歯を痛み泣けば背負いて我が母は貝の大川に魚を釣りに来。幼い頃の牧水は虫歯が痛くてよく泣いていたそうですが、母は仕掛けた仕事を捨てておいて私を背に追いながら釣り竿を下げて谷へ降りていった。そうして何かかにか絶えず私に話しかけながら、岩から岩を伝って小さな魚を釣ってくれた。母というより姉の気がした。
さらに親しい女の友達であったようにも思われてならないのである。美しい自然に囲まれ、情愛あふれる恵まれた家庭で、牧水はその少年時代を過ごしたのでした。ここは7歳から11歳までを過ごした坪谷尋常小学校、現在の日向市立坪谷小学校です。和歌山牧水の母校という横断幕がありました。運動場の南西にある牧水が丘には多くの花碑が建てられていて、中心にはホトトギス、泣くよと母に起こされて、すがる小窓の草月よかなという花碑があります。この小学校の児童たちは短歌の漏洩や短歌作り、日向市牧水祭へも参加しているそうです。明治29年、牧水は坪谷尋常小学校を1番で卒業します。和歌山委員の3代目を期待された牧水は、坪谷から40キロ離れた延岡高等小学校へ入学しました。ここで延岡随一の文筆家と言われた日吉昇先生が3年間を通して担任となり、牧水の文学への目を大きく開かせたといいます。延岡高等小学校を終えると、14歳の時、延岡に初めて開設された県立中学校である延岡中学校、現在の宮崎県立延岡高等学校の1期生として入学しました。牧水は4番目の成績でした。宮崎県の県北唯一の中学校です。初代校長は山崎籠太郎でした。彼は文才があり、博文館から徘徊詩壇という著書もあった先生で、延岡中学では交友会雑誌を企画発行しました。延岡高校は今年で120周年を迎えるそうで、牧水の胸像や花碑があります。花碑には、薄紅に葉はいち早く燃え出て、盛んとすなり山桜花と書かれています。花碑は昭和32年9月17日牧水の30年記に建立されたものです。この短歌は牧水自然への代表作といわれる名歌であり、若い生徒たちに夢を抱かせる明るい歌という意味から選ばれました。牧水が延岡中学時代に読んだ歌です。梅の花今や桜ん我が伊予の、芝野とあたりうぐいすの鳴く、身にまとうあやや錦はシリージや、ハスの葉の絵の露も玉かな、隠れたる徳を行い現れぬ、人は三山の桜なりけり。この交友会雑誌第1号に発表した歌3首が今も残る牧水の最も古い歌と言われています。牧水は延岡中学時代から牧水の語を使い出し、熱心に短歌を読みました。中央文壇への登竜門といわれる中学文壇や少年議会、後青年議会などの投稿雑誌に和歌、俳句、文章、詩などを盛んに発表し掲載されました。その実力を認められた牧水は延岡中学の文学愛好生のリーダーとなり、仲間と共にあけぼの会を発足します。しかしやがて牧水は医学を取るか文学の道に進むかで将来の進路に迫られます。文学の道を志したい牧水は何度も郷里に手紙を書いて許しを請います。また学費の問題がありました。父の龍蔵にはその余力はなく、姉末の夫で商売をしていた義理の兄の川野佐太郎を頼るほかありませんでした。そしてついに許可を得て、明治37年、19歳で早稲田大学文学科高等予科へ入学。明治38年、早稲田大学英文科本科に進みました。世の中は日露戦争が始まり、騒然としていた時代です。早稲田では尾上最終に師事し、短歌の手ほどきを受けます。また、同級生には同じ九州出身の北原白秋がおり、親しく交流を持つことになります。後に牧水、社水、祖水は早稲田の三水と呼ばれ、文壇の注目を集めました。今日もまた、心の鐘を打ち鳴らし、打ち鳴らしつつ、あくがれてゆく。幾山川、越え去りゆかば寂しさの、果てなん国ぞ、今日も旅ゆく。白鳥は、悲しからずや空の青、
海の青にも染まず漂う。木は絶えに草うるわしき青の国、日向は夏の蚊に香るかな。このように早稲田在学中に傑作となる作品を次々と生み出していきました。しかし恋愛が牧水に暗い影を落とします。明治39年の夏の出会いから5年近い園田紗英子との大恋愛では、彼女が実は人妻だったことなどもあり破局を迎えます。紗英子との叶わぬ恋はその後も牧水に大きな影響を与えました。また文学で身を立てようと卒業と同時に第一歌集海の声を自費出版しますが、思うようには売れませんでした。そして借金が残り就職もせず辛い帰郷となります。両親と姉は喜んで迎えてくれましたが、村人たちや義理の兄の川野佐太郎の期待を裏切る結果となり、怒りも買ってしまいます。東京に戻った牧水は生活のため中央新聞の記者となります。その後わずか200部でしたが第二歌集一人歌えるを出版します。明治43年には東雲堂書店の新雑誌創作の編集者を任され収入を得ます。その後園田紗英子との恋愛を歌った第三歌集別離を出版。この歌集は好評を博し、注目歌人となった牧水はようやく世間から認められるようになりました。明治44年には第4歌集路上を発表します。これは9月から11月信州への長い旅に出た時の経験を読んだもので、小諸滞在中に作ったものです。その後編集方針の対立から創作から身を引くことになり、一時新聞記者となり収入を得たりもしますが、すぐに辞めてしまい生活費も苦しくなります。明治45年4月には友人の石川啄木の死を看取ります。啄木の死因は肺結核でした。啄木は貧困のため薬も買えず、和歌山君、僕はどうしても死にたくないと言います。牧水も金はありませんでしたが、啄木のために薬を手に入れようと金策に奔走しましたが、すでに手遅れでした。次の短歌は啄木の死に際して牧水が読んだものです。8夏の曇りの底に桜咲きおり、衰え果てて君死ににけり。5月に太田瑞穂の親族で歌人であった太田岸子と結婚を約束しますが、7月に父既得の法を受けて宮崎県の故郷坪谷に戻ります。父の容体は回復しますが、牧水を迎えた肉親や親族、それに坪谷の村人たちの目は冷たさを通り越して憎悪の色さえ帯びていたといいます。すぐに親族会議が行われ、姉末の夫の川野佐太郎が唇を切って、茂、もういい加減に身を固めんか。大学を出てから今日までお前は東京で何をしてきたつか。送金どころかはがき一枚くれはせん。お父っつぁんを見てみよ。どんげ苦労をしてきたもんか。もう東京に戻ることは俺どんが許さん、というのです。義理の兄の佐太郎は早稲田大学在学中、欠かさず学費を送金してくれており、親代わりのような存在でした。この頃の和歌山家は両親も高齢であり、学費仕送りの工面には苦労していました。牧水は頭が上がらず、やむを得ず地元で就職活動もしたりしますが、なかなか良い就職口も見つかりません。やはり東京に出て文学で身を立てたい牧水は苦悩の日々を過ごしていました。家族親族は皆牧水にこの地に留まるように迫ります。ですが父龍蔵だけは気丈な母牧の目を盗んで息子に温和な言葉をかけます。我がそばに心抜けたる姿して、とすれば父の来ておることをし。その父に東京の話など面白く語って聞かせると、父は重苦しい空気を払うようにカラカラと笑いました。息子への気遣いが感じられます。はたはたと喜ぶ父のあから顔、この世ならぬ尊さに涙落ち濡れ。先のこと思うときならめ良き父の、眉ぞ曇れる眉ぞ曇れる。家にいては気詰まりがします。しかし散歩に出たいが村人の目が怖い。そこで家の裏山に登り、
巨石に腰掛けて遥かなお鈴山と眼下を流れる坪屋川を眺め、寝転んで半日も本を読むこともあったそうです。ふるさとのお鈴の山の悲しさよ、秋も霞のたなびきており、体を巨岩に置きながらも心は空をかけて東京にありました。ひとところ山に夕日のさせるごと、東京の街を思いてぞいる。ちょっとばかり小さき絵にも似てみゆれ、思い詰めたる秋の東京。牧水がいない東京では、第五歌集詩歌芸術家が東雲堂から発行されました。この年の7月30日、明治天皇が崩御され、皇太子が遷祖され、日本は大正と改元されました。そんな時、信濃にいた岸子から手紙が届きます。妊娠していることと、生まれてくる子供のためにも早く入籍してほしいと言ってきたのです。両親は驚き、怒りましたが、すでに身ごもっている以上、反対のしようがない。しぶしぶ納得するほかありませんでした。牧水は故郷を忘れたわけではないが、将来のためにも上京するより身の立てようがないと力説します。妻もいる、子供も生まれてくるので、きっと心を引き締めて生活を立て直す決心であり、必ず毎月10円ずつを坪屋に送金する、そして父だけでも東京で引き取りたいと提案します。人をはばかりて我を叱れる父の声、帰還としてまず涙落ち濡れ、母を思えば我が家は玉のごとく冷たし、父を思えば山のごとく暖かし、父は牧水の身の立つようにしてやった方がゆくゆくは家のためになると牧水の肩を持つようになります。我を恨み罵りし果てに継ぐみたる、母の口元に一つの歯もなき、哀れみの心し分ける時ならん、しみじみ物言う母の悲しも。母牧も志半ばの我が子を哀れと思う心は人一倍でした。しかしこれを許しては親族や世間に顔が立たないのです。11月14日朝、父龍蔵が脳溢血で亡くなります。享年68歳でした。翌日葬儀が盛大に営まれ、和歌山医院から400メートル離れた山裾に葬られました。阿那賢し静けき御霊に降るるごとく、父を見墓に今日ももうできぬ。父龍蔵は東京行きを本気で楽しみにしていたようです。体の具合が良くなったら来春にでも一緒に東京に出て、大学病院とやらを見たり、江戸前料理などで一杯やりたいと言っていました。牧水の良き理解者であった父が死に、初七日の夜に親族会議が開かれました。牧水はまた状況への気持ちを述べるだけでしたが、親族一同の意見はこのまま郷里にとどまって老いた母を安心させようという平行線のままでした。物言わぬ我を見守る老母の顔、夕暮れの炉端のくみす暗さよ。老いた母にとって頼りとするのは和歌山家の一人息子である自分以外にない。父存命中は玉のように冷たい怖い母でしたが、今は息子が何を考えているのか伺うような悲しい目で自分を見ているのです。牧水は迷いに迷った挙句、岸子宛に手紙を出します。11月23日、出て行こうかと考え、とどまろうかと思い、実に悩んでいる。できるなら君にこちらに来てもらいたいと思う。母への断ち切れぬ思いから、岸子に故郷の坪屋に来てくれるよう頼むのでした。大正2年正月となりましたが、和歌山家は喪中と牧水の状況問題で暗い日々を過ごしていました。そんな牧水のもとへ、大牟田の短歌雑誌団長から新年歌会の案内状が届きます。歌会は5日、その後九州を巡り、坪屋に帰り着いた時は2月3日になっていました。牧水は長旅の疲れもあり、ぼんやり2階の部屋で過ごす日が続いていた。その月の下旬、無意に日々を送っている息子を哀れと感じた母牧が牧水の状況を許してくれました。
川野佐太郎ら親族の者たちも半ば諦めて同意したのでした。4月24日岸子は信濃の実家で長男を産み、旅人と命名されました。5月15日いよいよ坪屋を出る日が来ました。10ヶ月余りの坪屋滞在でした。母たちに見送られ向かった先は愛媛県越知郡岩木村の三浦俊夫宅でした。三浦俊夫は牧水門下の一人で、地元では知られた名家でした。牧水は別荘の離れを借り、しばらく体を休め、妻子を迎えるための資金作りにと、在京中に作った歌をまとめて歌集を出すことにします。早速ノートに走り書きした一首一首を原稿用紙に清書していきますが、その歌はこれまでの歌とは全く違うものでした。難度の隅に檻から一丁の大釜あり、何時が石をまぐるなと言うがごとくに、我が悲しみは青かりき水のごとかりき、人なるべきか旗石となるべきか。歌の約束事を無視し、息苦しいまでの圧迫感です。父の死の前後の苦境を赤裸々に歌った異様とも言える歌でした。三浦家の人たちの温かいもてなし、瀬戸内の静かな海と対照的な歌の数々に感情の高ぶりを抑えることができず、仕事が進まないばかりか食事も喉を通らないありさまでした。見かねた三浦俊夫が清書を手伝い、やっと終わらせることができました。そして東京にたどり着いたのは6月17日の朝でした。歌集は水上と名付けられ、もみ山書店から出版されました。口語や自由律を用いた画期的な歌集でした。その後妻子を東京に呼び寄せ、創作を復刊させるなど精力的に活動を行い、歌集も次々と出版し、凡人たちは全国に及び、国民的歌人として歌壇の第一人者と目されるようになったのです。そして大正13年40歳を迎えた牧水は、父の十三回忌のため息子旅人を連れて11年ぶりに坪屋に戻ってきます。大正2年5月に家を出て以来の帰郷でした。大学は出たものの和歌山医院を継がず、定職にもつかず、文学とやらに夢中になって郷里を捨てた親不孝者と村の人々の冷笑の目が思い出されます。牧水は周囲の期待に応えることができず、石川啄木の石をもて追われるごとくの心境だったのかもしれません。その村人たちが自分をどう受け入れてくれるのか。しかしその心配も杞憂に終わります。牧水は村で大歓迎を受けるのです。連日連夜の主演が続き、親類、演者、友人、知人と多くの客が訪れます。4月3日には村を挙げての和歌山牧水先生歓迎会が坪屋の船山旅館で開かれ、村長、村会議員、郵便局長らが集まりました。故郷に錦を飾られてと賛辞を口にします。斜陽となり、村人から陰口を叩かれていた和歌山家がやっと日の目を見ることができたのです。母牧の喜びはいかばかりだったでしょう。しかし息子を最後まで応援し、信頼していた父は牧水の成功を見ないまま一家苦悩の時代に世を去っているのです。それを思うと牧水はどう何か無念だったことでしょう。ようやく牧水は歌人として認められ、故郷に錦も飾ったのですが、この4年後には移り住んだ静岡県沼津にて病で亡くなることになります。今回は牧水の生家を訪ねて、彼がどんな風に生まれ育ってきたか、その半生を見てきました。医者の長男として生まれた牧水は、周囲の期待を一身に背負いますが、文学への情熱が闇がたく、早稲田大学へ進学。苦労を重ねて文学や短歌一筋に生き、やがて彼の類いまれなる才能は開花していきます。安易に定職に就こうとしなかった牧水は、本当に純粋に文学や短歌を愛していたのでしょう。そしてこうした牧水を育んだ坪屋の地にこそ牧水の原点があるのです。以上、今回は牧水の生家を訪ねて、その半生と歌を見てきました。いかがでしたか？次回もお楽しみに。